ノイエマイスター絵画館は、ドイツのドレスデン・アルベルティヌム美術館内にある美術館。ドレスデン美術館を構成する12の美術館の一つで、ザックセン州が管理している。日本では、同じくドレスデン美術館を構成する美術館の一つ、アルテマイスター絵画館が古典美術館と言われるのに対して、新美術館と言われることがある。その名前が示す通り、 19世紀から現代までの近現代絵画が2500点以上所蔵されている。山上の十字架カスパーダービト・フリードリヒ、1807年、春の花嫁行列、アドリアン・ルート・ビヒリヒター、1847年、ノイエマイスター絵画館には多くの著名な画家の作品が所蔵されており、ドイツ人画家では、ロマン主義のカスパーダービト・フリードリヒ、アドリアン・ルート・ビヒリヒター、 印象派のロビス・コリンとマックス・スレイ・フォークと表現主義、新植物主義のエミール・ノルで、ノルでも参加していた芸術家集団、ブリュッケのメンバー、オット・オディクスらが挙げられる。その他にもマックス・ベックマン、ボール・ゴーギャン、エルン・ストルート・ビヒキルヒナー、パウル・クレイ、パウラ・モーダー・ゾーン・ベッカー、クロード・モネ、エドバルド・ムンクラの作品が所蔵されている。特にゲオルク・バーゼリッツ、 A.R. ペンク・ゲルハルト・リヒターという、東ドイツ時代のザクセン出身で、世界的に有名になった現代画家には、専用の展示室が設けられている。現代で最も著名な芸術家であるネオラウフ、リュック・タイマンスの作品もコレクションの一部である。また、ノイエ・マイスター絵画館には絵画のみならず、同年代の彫刻も多数所蔵されている。現在のノイエ・マイスター絵画館のコレクションは、 もともと、ドレスデン絵画館のコレクションの一部だった。1843年に、王立コレクションの館長だった、ベルンハルト・フォン・リンデナウの下で、現代絵画を収集するための、現代絵画部局が設立される。当時のリンデナウは、現代絵画収集のために、毎年資材700ターラーを出資していた。ドレスデン絵画館とドレスデン美術大学を管理、運営していた。 学術評議会は、絵画展示会の収益の50%を現代、絵画収集用の資金として寄付していた。この寄付金は十分な金額とは言えず国外の作品の購入は困難であり、ドイツ国内の作品を購入するに止まっていた。1882年までの間、ドイツロマン派の主要な作品はわずかに4点しか収蔵されなかった。しかしカール・ベールマン館長の就任後、 収蔵作品数は大幅に増やされた。1897年にドレスデンで国際美術展が開催されたことを契機に美術館は国外からの近現代絵画の収蔵に取り組み始めた。1910年に館長に就任したハンス・ポッセの時代にドイツロマン主義、印象派、19世紀後半の市民的リアリズムなど現在でも重要な絵画とみなされる作品を次々に コレクションに加えていった。ギャラリーは1911年に設立されたドレスデン博物館協会1917年に発足した講演会によって財政面が強化された。石割妊婦ギュスターブクールベ1848年ドレスデン爆撃で消失1931年にノイエマイスター絵画館の前身となる近現代絵画部門が ブリュール・シェ・テラッセに移転した。その後、近現代芸術を大廃芸術として弾圧したナチスの制作により主要な56点の絵画が欧州売却された。さらに、第二次世界大戦中九百9 4 5年のドレスデン爆撃によってトラックに積まれていた196点の絵画が、賞損してしまっている。 現在のノイエマイスター絵画館は1959年に設立されたもので、1965年以来、アルベルティヌム美術館の上階に設置されている。ドイツ民主共和国時代に美術館から散逸していた多数の絵画を取り戻すことに成功した。1994年に設立されたドレスデン近現代美術協会は、新しく作品を購入するための基金を設置しており、 購入した作品をノイエマイスター絵画館に高級対応している。この公演によって現在までに30点以上の作品が絵画館に収蔵されており、さらに絵画館で企画開催される展覧会の開催資金にも充てられている。2002年にヨーロッパ水害による被害のためにアルベルティヌム美術館を集築するとともに、水害に強い保管所を新規に設置することになり、 集築終了後の2010年6月に再開館した。ありがとうございます。